ひもとうまるちゃん R はご覧のスポンサーの提供でお送りします。なんだ手が落ち着け。トモエ、ミオ、シキ、よそ見、ずいぶんと余裕ね。怪我も思ったよりひどい。誰だ、なぜ攻撃を。魔法で文字残念だけど、つまりあなたは敵ってわけ。どういうことだ。だんまり時間と距離を稼がないと。ほら、それが対策。構うか、グリッド連射砲。よし、今のうちに隠蔽の回ゴブオブラ。足元にも障壁。おや、面倒な術だ。意外とやるのかしらね。生意気に追尾するなら消えた。障壁が、あの笑える物体は何ってことは、神の祈りを蹂躙せよ。これで女神の加護はなくなった。さあ、死んでもらおっか。とにかく僕には戦う意味がない。命乞いの言い訳か。とことん聞く気なしか。殺されるつもりはないけど、こういう時はそちらから名乗るものでは。ソフィア・ブルガ、竜殺しの二つ名を持つ有名な女だ。剣と呼ばれることが多いがな。え、で、お主の名は。クズノハ・マコト、ただの商人だ。あなたが商人なら、私たちはただの冒険者。それではさよならだ。行くわよ。女神との関係を否定しても耳を貸さなかったのは、隠蔽から強化の回。まだだ、強化から探索の回。そこか、まさかこんなに早く使うことになるなんて。この矢は必ず当たる。あいつ強くなってるわよ。ありえない。行け。火の次は水属性だと。何ある。俺より水の適性が高いと。切れるかしら。また反応した。本当に笑える物体よね。しまった、逆計算。嘘でしょ。え、なんだ今の。あなた、とことんでたらめね。離してあげる。じゃあね、クズノハ。またこのパターン。終わったか。多分ね。持ってけ。散々好きなようにもてあそんでくれやがりました。お礼だ。
ミツルギ、生きてる？我は足を一本持っていかれた。クズの墓。もし生きてたら必ず探し出して殺す。